皆さんこんにちは、今更チャンネルの春菜です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回は久しぶりに私が最近買ってよかったアイテム8選をご紹介していきます。今回もですね、ちょっとしたガジェットとか、あと生活を豊かにしてくれるアイテムなどなどご紹介していくんですが、全て1万円以下でゲットできるアイテムで取り揃えておりますので、ぜひ最後までお楽しみいただけると嬉しいです。概要欄にねリンクも貼っておきますので、ぜひお揃い使いしていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。動画スタート。まず1点目はこちらです。じゃーん。 CIO というブランドの柔らかいシリコンケーブルというアイテムです。こちらね、私は MacBook を充電するために、以前にもねご紹介したことがあるこのアンカーのバッテリーと合わせて使っているんですけど、このケーブル最初に手に取った時にすごく感動いたしました。何が感動したかというと、もうね製品名になってるくらい柔らかいんですよ。シリコンでできてるので、触ったことがないような、これがケーブルって思うような触り心地で、すごく軽くて、もうね手触りがすごくいいんです。それが一つお気に入りポイントというのと、柔らかいっていうのもあるので、こう絡まりづらいっていうところもストレスフリーでいいなと思っております。端子は USB のタイプ C になってるんですけど、はい、私はここの片方が L 字になってるタイプを買いましたが、どっちもこのまっすぐのタイプと選ぶことができます。実はここが液晶ディスプレイになっていて、今どれぐらいの出力状況で充電がされてるのかっていうのがディスプレイから見える、そんな仕組みになっています。必要かって言われるとちょっと必要でもないかなとも思うんですけど、やっぱりガジェット好きのねちょっと心をくすぐるような、あのそんな仕掛けがされているアイテムになっています。バンドも一緒についていて、これもすごく留めやすいので、使い終わったらささっと丸めて、このバンドでピッと止めて、あとはガジェットポーチに入れるだけっていう感じで、やっぱりねケーブルって日々使うものなので、絡まらず使いやすいっていうのは結構大事だなと思って、すごく気に入ってるアイテムです。柔らかいとちょっと断線とか大丈夫って思われるかもしれないんですけど、なんと3万回のこの折り曲げテストっていうのをクリアしているような耐久性を持っているので、そのあたりも心配なく使えるというのも安心感があっていいなと思っております。色もね、私は黒を買ったんですけど、白とかパープルもあるみたいなので、ぜひぜひチェックしてみてください。この柔らかさのね感動をね味わっていただきたいと思います。はい、1つ目がケーブルのご紹介でした。続いて2つ目はガジェットポーチを新調いたしました。何を買ったかというとこちらです。じゃーん。無印のナイロンメイクポーチというお化粧品を入れるために作られているポーチなんですけど、これがねガジェット入れるのにぴったりで、大変気に入っております。以前まではねモンベルのポーチを使っててすっごく気に入ってたんですけど、ガシガシ使いすぎて穴が開いてしまいまして、久しぶりにガジェットポーチを買い替えました。ですごい悩んだんですけど、無印でこれを発見した時に、なかなかこの厚みもあってガジェットをしっかり保護してくれそうだし、サイズ感もちょうどいいし、何よりいいなって思ったのはこれね、すごく仕切りが多いんですよ。外側にもポケットが3つついているし、中もこんな感じで、やっぱり化粧ポーチというだけあって、ちっちゃいポッケがいっぱいついているような感じなので、ここに私はさっきのケーブル類とかで、こう仕切りもあるので、私は有線のイヤホンを iPhone 用とパソコン用とどっちも持ち歩いているんですけど、それぞれこのちっちゃいポッケのところにしまったり、こういうアンカーのハブとか SD カードのケースとか、それからこのアンカーのバッテリーとか、こういうのを入れるとちょうどぴったりサイズで綺麗に収まってですね、こう机の上とかに立てて置いておけるので、そういう意味でもすごく使いやすいです。チャックもね下までガバッと開くようになっているので、取り出しやすいというのもすごく使いやすいポイントです。これはね思いがけずちょっと出会って使ってみてるんですけど、気に入っています。まあもちろん化粧ポーチとして使っていただくのにも、立てておいてこうガバッと開いて中身が見えるっていうのはすごく使いやすいんじゃないかなと思うので、おすすめです。以上2つ目が無印のナイロンメイクポーチでした、はい、続いてのアイテムがこちらです。じゃーん。ループクワイエットという、これは耳栓なんですよ。見た目はねイヤホンみたいな感じ、じゃーん。
可愛くないですか、おしゃれで。こちらをね購入しました。なんで買ったかというと、私今年からね健やかっていうのをテーマにしてることもあって、早めにベッドに入るようになったんですよ。前までは1時とか2時だったことも多かったんですけど、最近は11時には布団に入るっていうのを目標にしたところ、やっぱり11時だと前まで気になってなかった他の家のちょっとした物音とか外の音とかが気になるようになったんですね。多分まだ活動してる人がいるからだと思うんですけど、っていうので、なんかせっかく早めに布団に入ってるのにちょっとこの音が気になるのどうにかしたいなと思って、で最初ね AirPods つけたりとかして寝たりもしたんですけど、もちろんやっぱり外れてしまうし耳に違和感があって嫌だなと思って、耳に違和感のない耳栓っていうのを探していて出会って使ってみました。これがねすごいベストヒットです。こんな感じのイヤホンのような見た目をしているんですけど、これをこの耳に入れて使うんですよね。入れてみるとこんな感じです。見えてるかしら。はい、すごいアクセサリーみたいで可愛いんですけど、これがすごく装着感が良くて、よくある耳栓だとなんかねじって無理やり突っ込んでなんか取れてきちゃうみたいなのとかあったりするじゃないですか。そういうのが本当になくてぴったりフィットしてくれてるけど、全然痛くないし装着感がほとんどないような、そんな感じのアイテムなので、このまま朝まで熟睡することができます。ここのサイズが自分に合わなかったらどうしようって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、このイヤーチップが4パターンのサイズがついてくるので、自分の耳に合わせた形で使えるのもすごくいいなと思います。どれぐらいこのノイズをなくしてくれるかっていうと、公式によるとノイズ低減が 26dB って書いてあって、これは完全に聞こえなくするというよりは中くらいのレベルらしいんですよ。なので感覚としては全く音が聞こえないわけじゃないし、目の前の人とは会話はできるけど、なんか自分がこう集中してる時に膜に包まれてるみたいな感覚で、周りの人の会話とかあと騒音っていうのをかき消してくれるみたいな感じで、カフェとかでもちょっと使ったりしてるんですけど、そういう時も全く聞こえないわけじゃないけど自分の世界に入り込む、そんな空間を作るためにも使うことができます。なので聴覚過敏の方とか、こうちょっと大きい音が苦手っていう方が日常的に使うこともできますし、こういう就寝の時にねより熟睡したいっていう方とか、カフェとかで集中して作業したいとかっていう方にも、まあお手軽に試していただけるアイテムじゃないかなと思います。ということで3つ目はループクワイエットという新しいタイプの耳栓でした。続いてのアイテムはこちらです。じゃーん、リファのイオンケアブラシというねブラシなんですけど、はい、私はこれ妹に勧められて使って、実は3姉妹全員お気に入りで使っている愛用しているアイテムです。これはどのシーンで使うかというと、お風呂で使っています。シャンプーをする時とトリートメントをする時、どっちにも使っています。このねブラシがすっごくこう細かいブラシでできていて、こう2層になってるんですけど、こう硬いブラシと柔らかいブラシとでできているんですよ。なのでシャンプーをしている時に櫛をピッてつけてで溶かすっていう風にやっていくと、髪の隙間にこれが入り込んでごそっとこのね汚れをかき出してくれる、そんなようなブラシになっています。それぐらいねここが細かいんですよ。なのですっごい気持ちいいです。シャンプーしてこうその後こう頭皮をねマッサージするようにこう溶かしていくんですけど、すごく気持ちいいし、そして汚れもしっかり取れるっていうね。でさらにトリートメントの時はこの毛先の方を中心に溶かしてあげるっていう感じで使っているんですけど、ここの真ん中のところにプレートがついてて、ここからねイオンが発生しているっていうこともあってサラサラになるんですよ。そうなのですごく頭皮も気持ちいいし髪もサラサラになるっていうので手放せないアイテムになっております。このねさすがリファっていうちょっと高級感のあるデザインも素敵ですよね。でこういう専用のね台もついてくるので、お風呂場に置いておいてシャンプーの時にペットを使うみたいな感じでヘアケアができるのでおすすめのアイテムです。続いてはじゃじゃーん、こちらのフライパンとお鍋と蓋、そして取っ手のセットを買いました。これカローテっていうブランドのものなんですけど、ちょっともう1年ぐらいしてなかったんですけど、自炊をねちゃんとしていこうと思ったんですよ。その時にフライパンとかがもうずっと昔から使ってるもう古いやつでテンション上がらないなと思って、ちょっとまずは形からだなということで、ちょっとおしゃれなフライパンとかお鍋のセットが欲しいなと思って探していて、こちらを見つけて買いました。このね5点セットなんですけど、お鍋とそれからフライパンが2種類のサイズ
これぐらいのちょっと一人暮らしにほんとちょうどいいぐらいと大きめのやつ、この2つと、それからこのちっちゃいお鍋の蓋と、これもいいですよね、取っ手が取り外し式になっているので、あの収納の場所も取らないっていうのもいいなと思って、この取っ手をこうやってつけるだけでフライパンとして使えるというね。これがね、やっぱりこの白の色味ってすごい可愛いじゃないですか。このままあのお皿に移さないで、あの食卓に出すみたいなこともできるようなデザインだし、この内面がマーブルコートっていうこうコーティングがされているので焦げ付きにくいし、ついたとしてもスポンジでシャーって洗うだけで取れる。結構何回も使ってるけどすごく綺麗な状態で保たれているので、そういう意味でお手入れもしやすいのもいいなと思うし、何より軽いですね。すごく軽くて、使いやすいっていうのもいいなと思っています。でもちろんあの IH とガスどっちにも対応しているので、これからねちょうど一人暮らしが始まるっていうような方とかにもおすすめだなと思って、ちょっとご紹介をさせていただきました。自炊生活楽しんでいきたいと思います。以上、カローテのフライパンセットでした。あ、そうだ、蓋がねこれだけだと小さかったから、同じシリーズの大きい蓋も合わせて買いましたので、一緒に URL 載せておきます。続いてはこちら、じゃじゃーん、ウォーターボトル、新しいものに新調いたしました。というのもこちら見ていただいて分かる通り、時間のメモリがついてるタイプですね。はい、でこれ1リットルのボトルなんですけど、表面はこう8時から始まって12時まで、でお昼になったら飲み終えるので、もう1回1リットル入れて、午後のメモリも裏側についてるので、これでまあ夕方ぐらいまでに2リットルの水分を摂取しようっていう目的の、ボトルになっております。水分ね、やっぱり毎日2リットル取るっていうのは体のためにもお肌のためにもすごく大事だなと思って、やりたいなと思ったんですけど、やっぱりね意識しないと水分取らないじゃないですか。っていうのでやっぱちょっとこういうアイテムに頼る必要があるなと思って使い始めてみたら全然違うんですよ。やっぱりねこのメモリがついてると、あ、今飲まなきゃ飲まなきゃみたいな感じで、2リットル達成できない日もいっぱいあるんですけど、前よりは水分摂取量が増えているので、このやっぱり時間を意識してね、あの飲んでいくって大事だなと思っています。でこのボトルは軽いんですよ、うん、やっぱりお水1リットル持ってるとカバンの中ね重たくなっちゃうので、やっぱりこの物自体がすごく軽いっていうのは大事かなと思いますし、ここのねキャップのところもしっかり閉まるので、もちろん逆さにしたり横にしたりなっても、あの漏れる心配がないというところも、あのすごくよくて気に入っています。いろんなね色味の展開もあって、私はちょっとクリアにしたんですけど、すごく気に入っております。これねなんかやってないけど、レモンとかね入れたりしてレモン水にして持ち歩いても、ちょっとねレモンが見えておしゃれとかっていうのもあるし、水分を今年は取っていくぞっていう方にはねすごくおすすめのアイテムです。一緒に水活頑張りましょう。ということでウォーターボトルのご紹介でした。続いては食品になるんですけど、こちらユアエルというブランドの玄米のパックご飯です。はい、これ最近気に入ってて、最近はもう白米はほとんど家で食べずに玄米ばっかりレンジでねチンして食べています。いろんな味がねあるんですけど、はい、ここから好きなものを選んで食べています。まあ、きっかけとしては、私はあのインスタグラムでいろんなダイエットとか美容の方のアカウント見てモチベーション上げるっていうことを普段してるんですけど、その中で一つ好きなアカウントの、あのすごく綺麗な方がねおすすめしてて、玄米ちょっと食べてみたいなと思って購入したというきっかけになります。玄米ね前から気になってはいたんですけど、やっぱり自分で用意するには大変そうだし、なんかちょっと美味しくないかもしれないなみたいな、なんかどこか観念があってで取り入れてなかったんですけど、これならね電子レンジでチンするだけですぐに玄米が食べれるし、さらにこれすごく美味しいんですよ。もうもちもちプチプチですごく食べやすくて美味しいっていうのもあって追加購入をするぐらい気に入っております。玄米は白米に比べて栄養価がすごく高くて、ビタミンとかミネラルとか食物繊維がすごくたくさん入ってるパーフェクトフードって呼ばれてたりもするので、将来もずっと元気で居続けるために食べるものってすごく大事だなと思った時に、ちょっとご飯を変えてみるっていうのも取り入れやすくてすごくいいなと思って続けております。ぜひぜひ試してみてください。最後はいつもの美容アイテムのご紹介になるんですけど、今回ご紹介したいなと思ったのはこちらです。じゃじゃーん、このシリーズ知ってますか？
あの VT コスメティックスのオールインワン3ステップマスクっていうあのシリーズなんですけど、私これ今年入ってから初めて知って、めっちゃ便利じゃんってなったんですよ。なんでかっていうと、これ美容液とそのシートマスクとクリームっていうのがセットになってる、あのオールインワンのセットなんですよね。それが、まあ、あのいろんな効果によって、この弾力肌を作りたい人向けとか、きめ細かい肌作りたい人向けみたいな感じでいろんなシリーズがあるんですけど、これ一つ持っておけば顔のスキンケアが完了するっていうことなんですよ。私はね、あの日頃サウナチャンスポーチっていうのを作っていて、どんな時でもサウナに行けるようにカバンの中に仕込ませているんですね。で、最近はあのホットヨガに行くことも増えてきたので、そういう意味でもこのサウナチャンスポーチはすごく重要なんですけど、サウナチャンスポーチの中にもうこれ1枚入れておけば、まあ、あとクレンジングと洗顔等さえあればこれだけでスキンケアが完了してしまうということで、荷物も減らせる、こんな便利なアイテムがあったのかと今更って思われるかもしれないんですけど、はい、すごく気に入っています。これはリードルショットのタイプのセットなので、私がいつも使ってるあの針が入っている美容液とかを試すこともできるので、そういうちょっと1個買うには悩むけどちょっと試してみたいみたいな方にもね、おすすめとなっております。もちろんサウナだけじゃなくて、あの旅行の時とかにね、必要な分だけ持っていくみたいなこともできるので、そういう意味でもおすすめだなと思っております。ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで全部で8つご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。また購入品紹介もどしどしやっていきたいと思っておりますので、皆さんがおすすめのアイテムがあればね、そういうのもぜひ教えていただけると嬉しいです。ということで本日も最後までありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。